はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、ガーデンオブバンバン6続きやっていきたいと思います。はい、オピラバードの子供にね、襲われて、まあ無事にまあなんとか脱出はできたんだけども、そうですね、オピラバードの子供はどっか行っちゃったっていう感じで、でまあとりあえずまあ最後のスイッチですかね、押せたところになっております。まあ、とりあえず続きをやっていきましょう。あっちに扉っぽいのあるね。リオーダーで、明るくなったけどこれすげえぴょんぴょん跳ねていかないといけないやつか。ん、あ、一応、あ、落ちたりしても一応大丈夫は大丈夫なのか。オッケー。で、作り的に見ると、これとりあえずスイッチを押していかないといけない。あー、なるほど。スイッチを押すと、なんだろうね。これが私を弾いてくるのか。で、これを押すと、よいしょ。うん、元に戻るって感じ。元には戻ってないのか？あー、なるほど。あ、じゃあ今行けば、割と安全か？よいしょ。よいしょ。うん、大丈夫そうだったね。ここは安全地帯っぽいね。よいしょ。OK。で、ここも大丈夫そう。で、もう一回、押せないのか。じゃあ一回戻るしかないか。よいしょ。戻って、これで、左から行けるね。左から行けるけど、一回こっちで待たないといけないかな。OK。で、こう、あ普通に落ちちゃった。なるほど。周りのこと考えながらぴょん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 押していかないといけないんだ。しかもスイッチ押すと、バンと、ね、落とされてしまうって感じだね。難しいですなぁ。よいしょ。OK。ぴょん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 。で、これはもう押せないから、押して、で、押す、こうで、ちょっと待って、こっちに行っても、あ、ここで一応つながってはいるのか。いけるかな。よいしょ。まずいね。これ、ちょっとまずいね。こっちに飛べたりしない？無理か。無理だった。そうだね。今のは多分無理でしたね。OK。もう一回やってみよう。めっちゃ落ちるね。これまたあれかもしんない。めちゃくちゃ落ちてるところカットするかもしんない。カットしてるかもしんない。よいしょ。うい。OK。もう一回押して、ちょっとルート変えてみてもいいのかな。よいしょ。こう来て、あ、でもルート、こっちしか、ないか。こっちから行くルートもあるか。よいしょ。でもそっちから行くとなると、よいしょ。間に合うかな。あ、やばい。あ、目の前。危な。危ないけど、まっすぐ、行けないか。一旦こっちに戻らないと、当たるね。よいしょ。迫ってきてますね。ちょっとこっちに避ける。あ、でもこれ、あの黄色いやつさえなんとか回避すれば、いけそうだね。よいしょ。よいしょ。ほっ。こっち。あ、いけたんじゃないか？よいしょ。よ。いけたっぽいね。まあ、落ちなければ。いけたー。で、カードキーがあると。いけたね。うん。はじめの2回の失敗が何だったっていうね。カットしなくてよかった。まあ、読めないですけども。あ。じゃ、これ別にこっちに扉があるわけじゃないから、戻らないといけないんだ。オッケー。と。よいしょ。痛い。まあ、
別に大丈夫でしょ。ここなんか追われたりとかしないよね。別に何もいないよね。OK。でも結構もうスイッチ押したら、多分あれ杖なんだよね、きっと。そう、あの扉の、大きい扉の先に、そういうのが入ってるんじゃないかなって思うんだけど。あ、ここじゃないのか。あれ、今のカードキーって、こっちかな。ってことはあっちも入れるようになるのかな。こっちって何色？赤色かな？いや、オレンジか。こっちは開くね。あ、それでここに繋がってるのか。なるほど。大きい扉の場所だね。あの奥に、なんか研究所みたいなとこあったよね。で、なんかその彼を探してほしいって言われてたけど、なんだったんだろうね。で、結局これもなんか、これも何って感じだし。これじゃあ一応戻ったらいいのかな？でも多分やることってね。あ、そうだ。いや、このカードキーでいけるかわかんないんだけど、なんか何回か試してるやつあるよね。こっちでいいか。こっちに行って、なんかここにいるときってね、なんかこの暗闇にいるときって、ちょこちょこ話し声が聞こえるんだよね。で、こっちから、こっちの暗闇にまた行って、そう、またね、あの上の方、そう、オンリーアップみたいな感じしていってたと思うんだけども、あの上の方をちょっと行きたいな。このカードキーで行けるかどうか試していきたいですね。一応、スティンガーいますね。スティンガーいます。ウスマン博士は？いるかな？あ、いるかな？あ、一応全員いるっぽいね。スティンガー、やったよ。スティンガー、ね、このあのガーテンオブワンバンって大体私の方結構見てくる、ね、あのキャラ多いけども、スティンガーは見てこないですね。これ拾わなかったっけ？とんがり棒みたいな。あ、そうだそうだ、テープをね、多分2個ぐらいかな、持ってるから、これちょっと見たいね。いたいた、この亀。なんかにやられてた？今。もう一回。これオピラバード。オピラバード今なんかに追われてたね。これ、カタツムリさんだね。カタツムリさんもなんかあったのかな？再生するテープがありません。今の映像的によくわからんかったけども。とりあえず、3匹ともね、なんか追われてましたね。うん。なんだろうな。とりあえず、めちゃくちゃ見られてるんだけども、一旦上行ってみますね。これ。何回この動画中に、ここ登ったんだろうね。よいしょ。OK。もうなんか、慣れっこになってきましたね。この、うん。やっぱ怖いですね。慣れって怖いですね。なんか、初めはさ、こんなの絶対無理じゃん、みたいな。ね、まあこれは別に無理だとは言ってなかったけど、よいしょ。ね、まあ他のゲームとかでも、こんなの絶対無理じゃん、みたいな感じで思ってたやつでも、ね、慣れてくると、いつの間にかね、経験値が上がってるんですよね。経験値が上がってレベルアップしてるんですよね。そう、びっくりですよね。で、こっちの扉がね、開く。開いた開いた。これ何？あ、カードキー。このカードキー、白。これなんか、あれだね、方の時だったっけ？なんか隠し扉とかあったもんね。多分ね、おそらくあそこ行くと、もう進んじゃうと思うんだよね。うん、あそこ行くと進んじゃうと思うので、このカードキー持って、対応してる場所に行ってみよう。はい。とりあえず、ここじゃないかなーっていうとこに来てみました。うん。まあ、さっきスイッチふみふみしてた場所ですね。場所の、ここ開かなかった扉なんだけども。開いたー。開いたね。あ、またなんか隠し、部屋みたいな感じなのかな。
こいつ、こいついたな。なんこれ消されてるというか、もうなんかモザイクかけられてるみたいになってるけど、うん。タイプ2、タイプ1は GV、 無限、無限ってことかな。でタイプ2はジャンボ助手からまあナブナブのこの5名だね。でここ消されてるけど、タイプ3でタイプ4でタイプ5、まあまあ命っていうかね、まあ人間なのかまあわからないけど何かを使ったんでしょうね。タイプ、あ違うな、タイプ5だとどういうことだどういうことだね。ハートは、うん、そのハート、まあ、心とかそういうのかなと思ったけど、呼びかけでなんか、うまく操れるってことかなって思ったけど、そういうのではないのか。タイプ6はもう DNA みたいになってるもんね。まあ、あの液体を投与した結果っていう感じかな。うん。まあ、その研究結果的な感じなのかな。バンバンズ・カインダー・ガーデン。これは、なんか前の隠し部屋とかにもありましたよね。シア、ダダドゥ、ダダドゥセイズ。あ、サーか。ダダドゥ教、ダダドゥ教か。Martyring is realizing riches come in all shapes and size. Shapes and size。サイズを自由に決めれるよみたいな。あ、なんかあるな。あ、また読めないやつだ。これも読み解いていったらこういうのもね、あるのかな。ね、物語が分かったりするんでしょうかね。まあ、ダダドゥ教ってあの襲ってきたやつですね。うん、ナメクジの親玉だと思ってんだけど、思ってたんだけど、この彼があれかな、カンガールの中に入ってたやつなのかな。はい、じゃあちょっとまたバンバンたちのとこに戻りましょう。戻ってきたんだけど、スティンガーってこんななってたっけ。エレベーターで落ちた時にあれかな、頭打っちゃったのかな。よいしょ。そこだけだよね、負傷してんの。どうしたんでしょうスティンガー。ちょっと心配ですね。これナブナブは開けれないもんな。ナブナブ大丈夫か？キティサウルス。私の方を見向きもしませんね。いや、君らは異常なのよ、その向き方が。これすごいな。もう向き方すごいのよ、二人とも。これはもう押せばいいのかな？フロアにスイッチが見つからなかったので引き返したんだ。君を探そうとして迷子になると思ってね。しかしあなたはやり遂げた。これでこの混乱に終止符を打つことができる。待って、まず何かする必要がある。私は彼がすぐにいたずら者を心配することはないと思うよ。ナブナブを解放してあげるのか。優しい。外出ていいの？ん？早っ。早っ。もう飛行じゃん、それ。Let's get this over with. これで終わりにしよう。早っ。めちゃくちゃ早かったな。あんなのからよく、ね、2の時だっけ？逃げ切ってたね。お。なんか、お宝がありますね。めっちゃ見てくんな。それで前歩ける？大丈夫？大砲。これなんか襲撃者がいたら、迎え撃つって感じかな。Didn't think I'd be seeing this room again this soon. こんなに早くまたこの部屋に来るとは思わなかった。外科医はここにいて、なんだろうね。守ってるはず。彼がいたずら者たちに捕まったとは思えない。もし彼がいたら全てがめちゃくちゃになっちゃう。
彼を探すことができるんだけど、これがあれば彼を探すことができるってことね。まあ横になんかスイッチあったので、スイッチであれかな、うん、スイッチ押すのかな。こっち押せないんだ。ん？押せる、押せる、押せる、押せた。押した。取り出しボタンをクリックするだけって不気味なほど簡単なようだね。本当に押すべきかな。おお、ナブナブ。ダメだよナブナブ。何してんのナブナブ。ナブナブ。さ味方よ。なんでダメなのみたいな。なんでダメなみたいな感じで見てるけど。ダメだよ、ナブナブ。ピースが欠けてる？それは良くないね。なんかいない？いる。これがダダル教か。これが私の刑務所の鍵が保管されている場所だ。感動的な仕事だね。すべてのスイッチが作動して大きな扉が開き、宝物を略奪する準備ができたね。今が私の出番だし、あなたの努力のすべてを自分のものにするかと心配している。この部屋でこれを得意なのは私だけじゃないみたいだね。これは私への仕返しの一部だと思う。それに歴史が繰り返されないようにしないと。選択の余地はなかった。彼らは私たち全員を破壊しようとしていたんだよ。選択の余地はあったのに、君の選択は間違ってたんだ。私か？保安官と外科医はどこ？私がこの中に来て取ることはあなたの壮大な計画の一部じゃなかったのかな？私、あいつらがどこにいるかわからない。教えてあげる。あいつらは君たちみたいな臆病者のように隠れてるんだよ。でも私はそれらを見つけて支払うことになるでしょう。不完全みたい。行方不明のピースがどこにあるのか教えてくれるか？それとも私があなたのペットの子猫を食べなきゃいけないの？君はそんなことはしないよ。以前私たちの間に何が起きた？あなたはいつも私の友達だと知っています。しかしこのような時に友人がいなければ何のためにあるのでしょうか？どうした？あ、なんか撃ったぞ。おおおお、何した？ナブナブ、ナブナブ？ナブナブ？ナブナブが。ナムナムがでかくなっちゃった。ナムナムがでかくなっちゃった。走れ。イエスさん。ナムナムに撃ったのか。あの、液を。液体を。あの、杖はいいの？ほっといて。とりあえず走ってきてるけど。大丈夫？みんな二人とも。バンバンなんかすごい斜め向いてるな、走り方。あ、ごめん、詰まっちゃった。これ止まったら良くないのかな？みんな足早いわね。どうした？私、行ける気がしないんだけど。どうして？なんだって、どういう意味なの？理解できないだろうね。彼ら私のジョークに感謝してるから。あいつらは誰？これは視聴者を得るための唯一のチャンスだから、私はそのチャンスをつかむつもり。どういうこと？さよなら。どうした？え、あ、また地下に降りるんだ。これで終わりかな。バン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 、早く乗り、早く乗るんだ。バン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 、あら。そしてここで彼らはこれまでの努力が全て無駄だったことに気づいたんだ。ナブナブもやん。
全員2人とも私の軍団の中で素晴らしい戦力に協力して私の指揮のもとで未来女王ができなかったことを完成させよう。みんな操られてんのか。私があいつらを引き止めるから外科医を探して。そんな外科医強いの？その引き止めるってナブナブ大丈夫？そんな引き止められるぐらい強いか。そういえばジャンボジョシュいなかったね。あとナブナリーナか。あ、終わった遊んでくれてありがとうということでね。はい、ガーテンオブバンバン6、終わりました。で、この人が外科医ってことか。多分そういうことだよね。いや、やっぱり相変わらずね、独特な操作感だったんですけども楽しかったですね。はい、次回作がすごく楽しみです。では、本日はここまでにしたいと思います。ガーデンオブバンバン7、7だよね。うん、ちょっと5は今回なかったみたいですけども、なかったというかあれだね、ストーリー的にはあれだったのかな。うん、違うという感じなのかな。続きではない感じだったみたいですね。はい、まあ、またセブンがね、出たら、ガーテンオブバンバンやっていこうかなと思いますんでね。もしよかったら、また見ていただけると嬉しいです。はい。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。